こんばんは。ですね、来月に、まあ、本来行われるはずでした、ライトフライ級の3団体統一戦で、金城選手と対戦する予定だった、WBO チャンピオンのジョナタン・ゴンサレス選手がマイコプラズマ肺炎というところで、まあ、試合ができないと。でそこで、代打要員としまして、まあ、2名、候補がいてたと。でそのうちの1人が、WBO の、同級13位にランクインしているサパタ選手、ニカラグアの選手なんですけど、この選手とアメリカの、アンソニー・オラスクワガ選手の、2名だったんですけど、まあ、このビザの関係上、オラスクワガ選手の方がすんなりまとまったというところで、金城選手の代打要員としまして、このアンソニー・オラスクワガ選手と、試合が、まあ、行われるというところです。はい。でまあ、このオラスクワガ選手は何ぞやってところなんですけど、後でちょっとね、概要欄の方にオラスクワガ選手の、動画添付いたしますので、まあ、そちらでね、ご確認していただければと思うんですけど、まあ、かなりいい選手ですね。下手したらジョナタン・ゴンサレス選手なんかよりも強いんじゃないのかなと。で、まあ、戦績の方がですね、5戦5勝 3KO と。で身長が163センチで、ちょっとリーチがこれ申し訳ない選手が不明です。はい。で、現在は、24歳。で、まあ、アマチュアでボクシングされてたんですけど、2020年、割と最近なんですけど、にプロデビュー。で、まあ、今日に至るまで、交戦されたと。で、そのうちの、一戦が、健次郎選手や、矢吹選手ともやった、ペドロサ選手と、やってこれ勝ってると、で、まあ、ケンシロ選手ともやったあのケンシロ選手の確か5度目の防衛戦かやったフアレスにも、勝利してるというところで、まあケンシロ選手が絡んでるその相手には、勝利してるっていうところです。はい。でまあオーソドックスのスタイルで、まとまった選手ですね。ちょっと、ね、目に見えるような、パンチ力が、まあ、5戦5勝 3KO ってとこなんで、ちょっとね、まだ未知数な部分はありますけど、でもその目に見えて、分かるようなそのパンチ力であったり破壊力であったり、スピードの速さとかっていうのはちょっと分かんないですけど、まとまった非常に、いい選手だと自分は思ってます。はい。まあ、油断したらもしかしたらなんていうこともあるんじゃないかっていう相手ですね。で、まあ危険度っていうか、まあ、試合がどっちが面白いかっていうと分かんないですけど、これはでも、まあ、何が言いたいかっていうと、ゴンサレス選手の代役でね、この役不足ってことはないのではないかなと。この選手はこの選手で、まあ、かなりいい選手だと思うので、自分はまあ今回このような、まあ、本当はね、3団体統一戦が見たかったですけど、まあ、このような、ね、ことが起きて代役で出てきたにしても、まあ、面白い、楽しめるかなといった印象です。はい。で、まあこの選手は、金城選手ともスパーリングを昨年されてると。で、3月に、岩田翔吉選手ともスパーリングをしてると。で、4月に、白石丈選手と、韓国で、試合をするために、まあ、調整してきた、してたっていうところなんで、全然その、いきなり、呼ばれて、コンディションを追うっていうことはないっていうところなんでね。まあ、ほぼほぼ、お互いこう、ね、コンディションが整った状態でやるっていうところなんで、まあ好試合が期待できるのではないかなというふうに思います。はい。まあちょっと長くなってしまって申し訳ないです。添付概要欄にしておきますので、そちらでね、このアンソニー・オーラス・クワガ選手についてご覧いただいて、コメントございましたら、どしどしお寄せください。ご清聴ありがとうございました。